あれ苦手なんだよね。虫。うん。虫苦手だね。苦手だね。特に羽がついてる虫ね。うん。カナブンとかもすごい苦手だよね。うん。テントウムシとかね。特にテントウムシとかさ、カナブンとかその羽系の虫がさ、飛んでさ、着地してさ、羽をしまった時にさ、なんかちょっとしまいきれなかった羽の部分あるじゃない。なんかね、羽バー広げてさ、着地してさ、バサッてさ、羽畳んでるんだけどさ、その羽と羽の隙間からなんかその出ちゃってる羽あるじゃん。あれ苦手だね。あれ苦手だね。うん、あとあれね、ハエね、ハエ。ハエも苦手だね。車とか乗っててさ、パワーウィンドウ開けてさ、空気の入れ替えとかしてるときにさ、たまに入ってくるじゃない、ハエ。ハエとかその羽虫系、入ってくるじゃないですか。あれ知らずにさ、パワーウィンドウ閉めてさ、ああ、入ってきてる、なんかハエかなんか入ってきてるよ、みたいな感じでさ、ね、入ってきたかはね、いいんだけどさ、またすぐ出ようとするじゃん。なんか自分から入ってきたくせにさ、パワーウィンドウ閉じてるさ、閉じてるパワーウィンドウにさ、めっちゃこうカツン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 でさ、めっちゃ外出たがってるハエいるけどさ、もうじゃあさっき最初から入ってくんなよって思わん、あれ苦手だね。うん。外出たがるんだよね、入ってきたくせに。ずっとパワーウィンドウのもう隅から隅までカツンカツンってこの捨てて出たがってさ、で開けるんだけどさ、開けると開けたりさ、出てかないで下の方でカツンカツンで、なん出てかねえのかよと思って閉めるとまた上の方でカツンカツンってさ、それの繰り返して、あれ苦手だね。最初から入ってくんなよって言いたいもん、本当に。うん、あとあれね、俺あれ苦手だね。クワガタとかカブトムシ、なんかさ、やたらこうね、別に触れないわけじゃないんだけどさ、水槽っていうか、なんつうの、飼育セットみたいなところから出してさ、こうやって、なんかワシャワシャして遊んでるんでさ、こうやって体とかを這わしてさ、こういうニットのところとかさ、この、なんつうの、足が引っかかっちゃう気あんじゃん。これにしがみついてさ、取ろうと思うと取れないのよね、クワガタとかカブトムシって。だから離さないじゃん、しがみついて。で、無理に引っ張ろうもんならさ、足一本取れちゃったりしてさ、あーもう気持ち悪い、考えたけど取れちゃった足苦手だね、あれ、本当に。ねえ、足取れちゃうほどしがみつくんだったら離せばいいのにね。なんでそんなに、寂しいんだろうね。水槽っていうか、あれ戻りたくないのかね。足取れちゃうほどだからね、まあ、苦手だね。あれが気持ち悪くてね。虫全般苦手。本当に。あれも苦手だもんね、もう、アリ。泳げないの分かっててさ、やたら水たまりにダイブしたがるからね。ほんとよ、ほんと。アリ。あと俺、グアムにいるアリも苦手。苦手だね。もうね、日本のアリのね、20倍以上のね、速度で歩くんだよ。グアムのアリって。すごいよ。CG かと思ったもん、最初見たとき。ほんとに。あれ苦手だね。アリ。苦手だね。あと、あれ苦手だね。鳥の死体。鳥の死体苦手だね。気持ち悪いもん。あれ苦手だね。あと何かね、苦手なもんいっぱいあるんだよね。あとあれ苦手だね。近くでさ、救急車とかのサイレンが鳴るとさ、おい、ケンタ迎えに来たよっていう、あれ苦手だね。必ずいるよね。救急車とかパトカーのサイレンが鳴るとさ、サイレンが鳴るっていうか聞こえるとさ、おい、誰か迎え、おい、何々迎えに来たぞ、みたいなね。つまんねえよ。もう俺最近それ言われるともう、全力でスルーするもん。本当に。完全に。もうね、一切反応しないね。だってもう、友だ俺だもん、それ。女の子の前とかでそれ言われるとさ、もう友だ俺だもん。反応して俺まで一緒にもなんか、なんつうの、滑らされた感じになっちゃうからさ。あれ苦手だね。もう救急車、パトカーが来てね、もう迎えに来たっていう、あの流れやめてほしいね。何も俺反応しないからね。あとあれ苦手ね。その流れで言うと。
飲み会とか合コンでさ、なんか一回さ、ボヨヨーンとか言ってさ、ギャグ一回やってさ、それから結構ドって受けるじゃん。あーはーはーってひとしきり笑ったのにさ、で、もう一回やって、もう一回やってっていうのは、あれ苦手だね。もう一回やるとね、大体受けないんだよ。そう。一発ギャグとかさ、まあ、なんか面白かったことってさ、大体一回、二回が限度じゃん。また数分ごとでさ、で、さっきのあれもう一回やって、さっきのあれもう一回やってって言うけどさ、それ、絶対滑るやつやん、それ。あれ苦手だね。絶対受けないから。もう一回やって、もう一回やってって。で、仕方なくさ、もう仕方なくもう一回やって、ボヨヨーンってやってね、あの、ね、みんなの苦笑い、ははは、みたいなね。もう見え見えだもん、その流れになってんの。わかるんだから。苦手だね。あれも苦手。これ美味しい。柿の種チョコ。うまい。あとあれも苦手。ジャンプができないさ、アクションゲーム。ジャンプがね、できないアクションゲームはね、ストレスたまるよね。なんか。だってさ、本当になんだろう、ちょっとの段差とかもさ、ジャンプがないと超えられないわけじゃない？そんな段差さ、なんか超えろよって思っちゃうようなレベルのとこもさ、ジャンプがないアクションゲームで超えられない。本当あれやだ俺、これはもう率直に嫌い。アクションゲームはやっぱジャンプができないとダメだよ。あとあれ苦手、あれ酢豚の中に入ってるパイナップル、苦手だね。どうもね、あのしょっぱい系のものに入ってる甘いもの苦手なんですよ。冷麺に入ってるリンゴとかさくらんぼ、あれも苦手だね。ピザに入ってるパイナップルも苦手だね。あとあれ苦手ね、あれ、あの傘さしててさ、雨降ってるじゃん、普通に傘さしててさ、あのなんかの高架下とかさ、そのシュートな高速道路の下とかにさ入った時にさ、どうしようっていう、このいちょっと入っ、そのちょっと屋根があるところに入ってまた雨降るとこみたいなあんじゃん。雨降るところから入って、雨降らない、雨降らない、雨降るみたいなところあるじゃないですか。あの時から傘さすのかどうかっていう、あのなんていうの、駆け引き、あれ苦手だね。いや傘さしてんだよ、でも屋根のとこ入ったらさ雨降ってないじゃん。でも下に下げてなんかね、また上げるのもめんどくさいし、いちいち閉じるっていうのもね、そんなに短時間だしね、またどうせ刺すの分かってるから閉じるのもめんどくさいし、かといってずっと刺しっぱなしで歩いてると、おい、なんか通行人とかね、あいつ雨降ってないとこなのに、あいつ屋根あんのに刺してるよ、バカじゃんみたいなね、風に思われても嫌だなって思ったりしてね、あの駆け引き苦手だね。なんかもういっそ屋根なんかなかったらよかったのにって思っちゃう時あるもん、たまに。本当に別に屋根のせいじゃないんだけどさ、あの駆け引き苦手ですね。本当に。あとすごいさ、ストレートが続いてるさ、道、大通り、あれ苦手だね。歩道を歩いてるとさ、大概バスとかさ見るとこないからさ、見てくんじゃん。かっこいい顔とかしてなきゃいけないのかなって思っちゃうもん。あれ苦手だね、あの駆け引き。すごい苦手。あとあれ苦手ね、赤ちゃん言葉。なんとかでちゅーとかね、なんとかでちゅよねーってね言う人ね。これ赤ちゃんがね、なんとかでちゅーって言ってるのね、未だかつて聞いたことないもんね。よくあの猫とかね、話しかけるときに女の子が、あーかわいいでちゅねー、なんとかなんでちゅかーとかね。好きじゃない、別にいいんだけどさ、いいんだよ、いいんだけど、あんま好きじゃないんだよね。おい、一回さ、間違い電話でさ、俺昔のガラケーの時にさ、
なんか知らない番号から留守電入ってんなと思ってさ、聞いたのよ。したらさ、知らねえ親父の声で、お父ちゃんでちゅ、今から帰るでちゅよ、バブーガチャって。寒いわ、本当に本当に。あれはでも、もうてん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 だと思うんだろうね。どうしようと思ってお父ちゃんでちゅ、今から帰るでちゅよ、バブー。苦手だね、赤ちゃん言葉本当に。